県警の警察官や生命保険協会千葉県協会のメンバーは今日 JR 千葉駅前で行き交う人たちに詐欺の手口が書かれたチラシなどを手渡しながら注意を呼びかけました。県警によりますと県内では今年に入ってから先月末までに660件25億6000万円余りの電話で詐欺被害が確認されているということです。 SNS を使った投資詐欺やロマンス詐欺も後を絶たず、先月末までで合わせて97件19億円余りの被害が確認されています。生命保険を解約して工面した現金を騙し取られるケースもあるということで、県警の担当者は怪しい電話やメッセージを受けたらすぐに警察へ相談してほしいと呼びかけています。